福岡市では保育士らへの優先接種を始めました。会場は仕事に配慮して午後7時に開設され、およそ400人が訪れました。福岡市によりますと、昨日からの11日間で希望したおよそ8500人全員が1回目の接種を終える見込みだということです。早めに打てて予防とかができるので、お子さんとか保護者の方と関わるので、それはその点はいいのかなと思いました。福岡市では今後、幼稚園の職員などの優先接種も進めていく方針です。